こんにちは。今回はね、空空定売屋のキッチンカーというものをね、紹介したいかなと思います。これ新しくね、出たものでして、まあ、これが、空空定売屋のキッチンカーですね。で、これをちょっとどうなってるんでしょうかだけれど、おいみたいなツッコミがありますね。何のシールもついてねえじゃねえかみたいなね、別にシールが中に入ってるわけでもなかったしね。開けたら、何もないみたいなね。これは、私は長年トミカ集めてて、これはいかがなものかなと思いますね。こういう外見はね、非常に良かったのに、開けてみたら、店員がいねえじゃねえかみたいなね。どうやってお前、これ、カレーを買えよって言うんだよというね、悲しいでね。これはいかませんよ。ちゃんとこういうところはなんかシールみたいなのにさ、なんでこういうところを手抜きみたいな、ことをするんかなと思いますね。これはいただけませんな。なんですか、ラーメン屋とかの場合はね、ちゃんと店舗開けるとラーメン屋はちゃんとそのラーメンになってたりとかね、ギフトものとかでもいろいろクレープ屋とかいろいろありましたけど、それはちゃんとクレープが並んでいたりとかね。もう本当にそれの通りに作り込んであったのに、でそういったものがてっきりそういったものが空空定番屋で出ましたって言ってたんで、じゃあそういった定番でちゃんと作ってあるんだろうなと思って、開けたらまさかのこういう状況、これねえだろうみたいなね。トミカも一度値上がりしてんだからさ、最近値上がりしてさ、で値段取ってるんだから、その開けた分、それでこの作りはねえだろうっていうね、怒り心頭になってきますが、まあここはいいですよ、外見のデザインはね。外見のデザインはこれ印刷でもないの、多分ダンボ印刷かなになってて、それがいいなって、シールではないから、まあ唯一いいなと思いますけども、これはないだろう、これはというね。開けたら何もねえじゃねえかみたいな、これはね、ちょっとね、これはちゃんとね、プロとしてね、失格ですよ。もっとこれはね、中身の方もちゃんとにね、作ってほしいなというのはありますね。よくこれで許可、空空定番屋から許可を取ったなと思いますよ、この作り方ね。この作り方で、よく空空定番屋から許可を取り付けたなと思ってね。それは唯一許可が取ったのは多分この外見でしょうね。この外見が良かったので、じゃあこれでいいでしょうと思った。ところが開けてみたら、なんだこのスカスカなものはっていうね。で、そういうところまでちゃんとさ、だってこれはある意味お金をかけて許可を得て作ってるわけですから、そこはやはり空空定番屋のカレーのね、写真でもなんかそれを載せてさ、で、うちの空空定番屋はこういうカレー、カツカレーでもさ、納豆カレーでもいいから、まあこういうカレーがありますよ、つって、あえてそこは宣伝しなきゃいけない部分だと思うのに、まさかのメニューも何も書かれてないというね。これはいかんですよ。これはいけませんな。外見が良かっただけで非常にこれちょっと残念ですな。もっとそういうところをね、細かく切り詰めてね、作った方がいいと、思います。でもまあ、これはこれでなかなかね、いい出来なんで、まあ、結構なね、見た感じもいいしね、結構これは面白いね、まあ、トミカではあるかなと思います。ただ、中が作ってない、これはいかり心頭ですね。これは中をちゃんと作ってくださいよね。トミカが発売されるたびに毎度楽しみにして、それを買ってくる人が大勢いらっしゃるわけですから、そういう人たちのことを考えたらですね、中身がね、何にも売ってなかったですみたいな、そんなバカなね、そんなバカなみたいな、空空定番屋のラーメン屋のな、カレー屋のね、お店に行ったら、いや、うちはメニューがないんですよ、みたいな。そんなさ、そんなデタラメな会社あるかよ、みたいなね。そんな、じゃあ半分おめえ詐欺やってんのかよ、みたいなね。もう、そう言われたっておかしくないでしょうか、みたいなね。
だから子供って見たままを率直捉えるのでね、ここに このね、カツカレーのような雰囲気があって、あ、これ食べてえなと思って開けたら何もメニューが載ってねえじゃねえかみたいなね。いや、それはやはり、これはどうなんだと思う。さすがにこれはね、これひでえなっていうのがあるので、これはね、ほんと笑うしかないんだけどね、こんな白い作り方したらあかんよ。ちゃんとね、だって、サンバーのね、移動屋台とかね、キャリーの移動販売とか、そういうものでちゃんとしっかり作り込まれてできてたんですから、なんでそれをこういうの、じゃあなんでこれを選んだんだっていう、なんでこれを、この車種を選んで、じゃあこれ発売しましょうってなったのかというね。もう本当それは宝トミーの会社に聞きたいですよね。だからある意味これを買った人はそのがっかりして、ある意味それこそもう宝トミーの会社にね、そのこれはどういうことなんでしょうかということで、結構お客さんから怒られてるんじゃないかなと思いますよ。まあそれは怒られるでしょうよ。だってこれが外見がね、空空手前な中身開けたらまさか何もないみたいな。で、なんかじゃあシールを貼ってくださいね、みたいな感じであんのかなと思ったらシールらしきものもないと。どういうことだみたいなね。もうそれは空空手前屋、せっかく空空手前屋のお店のイメージを悪くさせる気かみたいなね。もう私だったら許さないよ。私だったら宝トミーの会社にもう言いに行くわな、これはな。この試作車は何だっつって。開けたら何もねえじゃねえか、みたいな。私どもの会社をバカにしとるんですかって。もう本当そのレベルですよ。だからこれは、ちょっとね、中身はね、これね、急遽ね、もう回収してね、今まで買ってくれたお客様に回収してでも、作り変えて、で、作ったやつで、で、それをちゃんとした作ったものをお客さんに返すというね、そのぐらいの対応を取った方がいいんじゃないかというぐらいのもんですよね。外見がこれだけ立派な外見だっただけにね、残念でしたね。立派だけ、こんな外見だけ立派にして、中身開けたらスカスカみたいな。どっか鈴木の車かよみたいなね。鈴木の車かよみたいな思います。ね。来てみて鈴木みたいな感じがあって、じゃあどんな感じだろうと思って、外見は良かったんですけど、なんかソリオバンデットみたいになんか走ったら、みたいなね。内装乗ったら、なんかしょぼくねみたいな、なんかね。で、エンジン開けたら、まあまあ、それでもまあまあ、まあ、ギリ許せるとしても、エンジンですよ。エンジン開けたらスカスカだったっていうね。こんなスカスカで動くのかなみたいな。したら動いたんだよね。だけど動きますよ、確かに動いたんですけど、エンジンスカスカってのはこれはどうなんですかっていうね。だから私がバンデットをした時と同じです。だからこれもですよ、外見がいかでも立派そうに見えてそれはいいんだけどさ、開けたら何もメニューがありませんみたいな。これはなんか見たくなるほど頭くるね。お客さんバカにせんでくださいよっていう空気を私はすごい思いますよ、これは。本当に。これはね、ちょっとで、そういう点ではね、かなりね、改善してほしいなというのは、あります。これでよくその販売までこぎつけて、販売にこぎつけたなと思うのが、本当不思議なくらいですね。私はあえてそういうことはもう、はっきり言ってしまいますけども、まあ、なんでそこまではっきり言うかって言ったら、やっぱりそれだけやっぱりトミカを愛してて、トミカが好きで、ね、買ってるからこそ、こういうところがあるわけですから、これはね、いけませんよ、こういう手抜きみたいなことをしては。なんか外見だけでごまかそうみたいなね、そういうことをするってのは一番いけないですからね。ですから、そういったのはちゃんとまた作ってくださいって感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。